11時からあのー、思いっきし時間時間配分っていうんを間違えてしまいのめっちゃ眠そう間違いない多分アイメイクしてないからよな眠く見えるの確かに絶対そう間違いないアンチにとっては「おはよう」ですめっちゃむくんでるし、ね こんにちはあ,ーありがとうございますやばいなちょっとどうしようこれぐらいの方がいいかとりあえず何テロップ はい初見ですあ,ありがとうございます7期生のアンジュこと学ナベアンジュですよろしくお願いしますあ配信、はい、までましたありがとういやこちらこそありがとうございます来ていただき日曜日のお話し会楽しみですありがとうございますマナベラさんこんこんこんばんはおはようございますこんにちはこんにちは寝起きですかあの違いあのはいほぼそうですね。 あのすっぴんではないです。眉毛を描いて、スタジアってとりあえずリップ塗っとけばいけるかなっていう感じです。こんにちは。なんすか、急に、おはようございます。語って、間にオンライン授業を受けてます。ああ、それはそれは。頑張ってください、授業。ちょっとさ、アイメイクした方がいいよな。お疲れ様お疲れ様です。 同じアンジュ初お話会参加する。ありがとうございます。すごいな。アンジュって珍しいやんな。え、すごい。しかも漢字。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。名回信やる確かに悩った方がいいよな。モバメどうなったえ、届いてますかどうなんやろうどうやと思いますか届いてるんでしょうかなんかな一昨日い。や、え、一昨日の。 昨日の昨日ってなんていうん潮とい、潮ととい。いや、違うな。えなんていうんやろあの、おとといのおとといっていつわからへんねんけど、ぐらいのメールから、なんか、来てないみたいな感じで。来てなかったらすいません。え、ほんまに似てますかわからへんねん。なんかなぁ、そう、アンジもなぁ、 あれやねん。なんかな、確認できひんくで、返信、あの、着てくれてるかなと思って、見ようと思ったら、そのやつも開かれへんくなってて、なんでと思って。ピーピー、ピー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 。ピーピーピーミライさんが公演できた服をアンジさんが着てて喜んでて、ありがとうございます、ミライさん。え、そうなんです。なんか、昨日、 告白の空報公演に出させていただいた時のオープニング衣装が赤色から紫色に変わってもう嬉しくて嬉しくてもう本当にあのうしくて嬉しくてそうなんですうんいってらっしゃいませピッピーピッピオルピッピーピッピーピッピーピッピピあ片手間って読むやあらららら よくプ分かりやすい。やろうアンジュです。これから仕事、ああ、頑張ってください。お仕事。そうやな、平日やからな。で、で、グッモイニング、グッモイニング。同じの来たで、同じの来た何のメールが来たんやろう。多分、届いてないメールあるよな。分からへんねんな。なんか、どれが送られてるんかが。 こんにちは。4日前、そう、5日前ぐらい。最後の届いたのは、題名が、何やろ、題名が何になってた最後やったの、あ、ごめん、あ、そう,そうそうそう、かもしれへん。お話し会何喋ろう何喋ろう何喋る何喋ろう、こんにちは。え、全然何でも、何でもお話ししましょう。しょう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 。 引用返信だけの5バックメールは来たえっウやん同じの2回来たあーごめんなさい <laughs> あじ大好きでありがとうございます4日くらいまでそうそうそう4日前くらい授業ないうわーそれは授業行ってくださいぼえどうなんやろうえええー、今アイカからゲームしよってきたアモンガスええーアンもしたい ニューヨークさんのああそういうことねお久しぶりですそういうそ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 う,そういうことね今日は暇一日なんもないからな一応一応今のところなので夜も配信をしますショールームメンチ切ってるみたいなメ,メンチ切ってるみたいなめメ,メンチってなんやろうメンチミンチメンチメンチなんやろさんじもしくは 結局、あんたしか申し込みせんかった。えー、ありがとうございます。引用。あ、すいません。引用です。ありがとうございます。漢字の話。初めてのお話し会応募させていただいても当たりません。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。明日は。ひひ。<laughs> <laughs> メールで隠す意味あるのうん。一応、一応。引用ですね。すいません、すいません。漢字が。 壊れる壊滅的にここ強滅的に分からへんテレワーク中やああ頑張ってください頑張ってくださいあ馬娘なあれやろ舞地が馬子って呼んでるやつや辛いものを食べたいというのは2回来たおおそのメールが2回来たんかこんにちはこんにちは在宅 あー頑張ってください、うん、おーやってますかいやいやいやなんか最初お父さんに教えてもらったんですアモグアスというメール,メールじゃないゲームが流行ってるっていうのをで聞いてボッサボサやな,なんかそう聞いてでみんなにやろうって言ってそしたらみんながハマってくれました テレ,えー、テレワーク楽しいえーテレワク楽しい夜は何時ぐらい分からへん何時ぐらい九9時か8時かぐらいありがとうございます楽しみありがとうございますミンチカツかミンチカツ美味しいよなミンチカツ美味しいよなそうですね 漢字読めなくても生きていけるね。何か読めなくていいありがとうございます。授業なああ頑張ってください授業。頑張ってください。超絶可愛いの話し会。あ超絶可愛い超絶可愛いの方ですか。うーん。服とかもどうしよう全然決めてないねんな。 壊滅的にねあーねねねあゲーム配信でも始めなかった間違いない間違いない思ったより早かったけどちょっとだけサボりえー、ごめんなさいごめんなさいほんとにすいませんウマ娘のさくえわからへんウマ娘やってないねアンジュ。 夜はちゃんとくいやー。ありがとうございます。あと15分おお15分らしいんです。皆さん。12時までってことやんな。あーらら。いやいや、そんなことない。おはようございます。おはようございます。あいか足大丈夫？なんか大丈夫？足どうなんやろ？どうなんやろ,んやろ？あのウィルビーやってからそれから会えてないからわからへんけどどうなんやろ？大丈夫かな？明後日話せる？楽しみや。あー ビービーボ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 ーこんにちはこんにちはラコポンさんのゲーム実況ゲストに出てくださえ出たいな出たい今夜十ゅんあれあそうやそうやそうやじゃかぶらへん時間にしないとなアンジ見たいねんなあれやんな結構出るよな七期生アンも出たかった安ンジしの友達とよくやるけど何々だから教えてあげてほしい 何,何,や何や何ややこんにちはこんにちは日曜日の話し会は私服なのえー、今のところ今のところ今のところはいこの間のアメリカの配信もあ <laughs> ありがとうございますこんにちはこんにちはグループ話し会私服なの今のところはそうですねデトバやるのえっあのー、そうですね あのー、何誰かがプレイしてるのを見るのが好きででデドバはあれなんです鬼紹介の動画があるんですよいつも新キャラが出てきた時とかの新キラー新キラーが出てきた時のなんかあるんですそういうのが紹介動画みたいなを見るのが好きで一時期すごい YouTube で見てました。 あほんまに超絶可愛いの T シャツ着けるえじゃあアンジュもそうしようかなどうしよう全然決めてないんだ全然感じ読めへんやんのツッコミ思い出すああおおおうおう,おう,おう,おうんーそうなったんやお大事ににやなこんにちはアイビし怪我してたんお大事にそうですねお大事に参考まで人狼は 8時から10時 ?8 時から10時あ、ありがとうございます。うわ、綺麗に被る時間やな。どうしよう。え七、ー、7時から8時にした方がいいかな、配信。えどうしよう、どうしよう、どうしよう。まだ、あの、予定、組んどきます。初見,え初見、え初見ほんまに人の予定、うん、間違いない、間違いない。すっぴんではないですね。あの、下地と眉毛とリップを塗りました。 アモンただからただからああどう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 あそういうことねさっきの星の部分か教えてくださいああ全然全然しましょうしましょうえほんまになあ今ハマってますこんにちはありがとうございます、あ、実家住まいそうですね実家住まいです 今日誕生日です。おめでとうございます。ハッピーバースデーおめでとうございます。え、間違え、絶対下手って言われてるな、これ。えどっちやろうアモングわからへん。あ、瀬戸内ホチートレネスの、ああ、ありがとうございます。わざわざ来ていただき、僕の詳しいことはブルーフン有名にせわかりました。s t すが、うぅぅ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 ぅ。 どうなんですか ?NMB どうですかいらっしゃいませ。こんにちは、こんにちは。またアンジュのゲーム実況見たい。ええー、アンジュもやりたいな、ゲーム実況。そうそうそう、ゲーム見るのが好き。ゲーム実況見るの楽しい。間違いない、間違いない。こんにちは、こんにちは。眉毛がいつも困ってる、ね。ああ、よく言われる。ここりゃな、こういうの。なわかる、わかる。こうやってしちゃう。 今日はたまたま休みだったから昼からあなたちゃん見れてあこちらこそこちらこそありがとうございます来ていただき柔難に割り込んだらええやんあーそっか髪の毛ボサボサやで間違いないさっきのアイロンしたばっかやねんけどな何もううねってきたどうしよう いや、こっち出した方がいいやな。えー、ちょっと、ちょっと終わったらちゃんとしよう。え、なんでこんなに出るんはい。珍しい時間に配信、そうですね。珍しい、お昼にはあんませえへんから。またゲーム配信してほしいです。ああ、ありがとうございます。7時台は見れない。えー、ほんまにえ ってことは10時以降にした方がいいってことかな ?10 時から11時の方がいいんかなどうなの僕は初見です。え、違いますよね反応。<laughs> 5ヶ月後くらいに誕生日です。おーそれは5ヶ月後にまたお会いしましょう。こんにちは、こんにちは、こんにちは。今のいいや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 ,いや,いやアマンガスとかミルダムとか実況。 やってるの見るのも面白い。え、そうなんですかうん。初日のにえ、すみにがわえー、ちょうど欲しになってるかわからへん。こんにちは、こんにちは。あんにじわ、あんにじわ、あんにじわ。目の腫れは引いた、引いたと思います。はい。今何食べたいですか今何食べたい今はチーズフォンュが食べたいです。こんにちは、こんにちは。 オンライン授業中暇だから助かる。ええー、もう授業に集中してください。いや、そんなこと言える立場でもありません。私。はい。ボっさんに会わー。くし持ってこればよかった。え、こっちもやばい。ごめんなさい。はい。神ショートにしたことある。ええー。ちっちゃい時に、だいぶちっちゃい時に、なんか、4歳か5歳かぐらいの時に一回しました。なんか、新体操を始めてからは、 髪の毛をくくらないといけなかったので、それからずっと長い気がします。妹ちゃんの予定もあるやん妹。久々に見にた、ありがとうございます。ありがとうございます。頑待ってください。いやー、こちらこそありがとうございます。アメリカンクラッカー使ってる、え、あのー、回せるようになってから、ちょっと。そうですね。触ってます。もうすぐ誕生日や、そう、六月十日。なんです。 頼っていくのかまたやってほしい、えー、ありがとうございますおは,おはようございますおはようございますおはようございます昼からチーズフォンムとかそう食べたいおはようございますアンジュのショールーム中ショールームに夢中で授業何も入ってないけど大丈夫そうそれはどうなんや <laughs> アンジュのあ新体操で短髪ダメなのえ分からへんえなんかえどうなんやろな分からへん めちゃもがめ3日に1回食べ過ぎたと書いていたけど、うん、間違いない。そうですね。食べすぎました。これは6月1日誕生日。近いです。え、確かに近い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 。アンジュ6月10日やから9日違いや。近いですね。ってことは双子座んアンジュの歌声、透明感あって好きです。ありがとうございます。いや、嬉しい嬉しい。 ほぼ食べ過ぎてるやんけうん、間違いない間違いないすぐな食べちゃうねんなどうしたらいいんやろな<ん>えフッサンとかリュ分からへんさんたくさんある研究室の中やから配信見てるけど大丈夫そういやちょっとそれは危ない危ないね <laughs> そっか神まとめないとあかんのかえ多分分からへんけどそういうイメージが勝手に自分であったっていうだけで分からへん私も17日の双子座おー近いね近いねえあと5分でお話し会申し込み終わりますがあーそうなんですかうわー皆様あとはい久々に。 ミュージカル聞きたいな。ああ、こちらこそ。いやー、アンジも聞きたいね。アンジも聞きたいね。なんかな、ブロードウェイ見に行きたい。ミュージカルも見たい。間違いない。はい、双子座。おー、双子座。ショートもいつか見てみたいです。ええー、そう。ふわりにな、めっちゃ、ふわふわにな、めっちゃ言われんねん。ショートにしてって。あの、髪の毛切ってほしいって。めっちゃ言われる。え、けど、アンジは、 絶対一回この長さで染めてみたい。髪の毛を。マックスまで行ってしまうぞ。うんまだまだ大丈夫まだ大丈夫うんまだ大丈夫。大学院は飽きたんかいや飽きてないです。身体操詳しくないけど強い学校の地域とかあるのかな多分。 あ,るとあららららもうそれはすごいすごい研究ですね危険度マックスの状況で配信見てるミキのおかげで自宅の、えー、何々から授業とにワイアンドありがとうございますショート似合いそうほんまにほんまにどうなんやろうショートってどうなんやろう あんまなイメージないねんなアンジェ確かにそうだねうううほんまにあささアンジェさん珍しい朝配信うん確かに珍しいですねふわりんと一緒に染めう,うんしたいなこんにちはこんにちはふわふわっていうのがそうふわふわって読むニューヨークで明治から見たけどよくわからんかったうんそうなんか こんにちは、こんにちは。演技、英語やし何人多分。演劇は映像と劇場で全然違うものやからな。えー、そうやな。演劇に問わず全部そうやんな。ダンスの発表会とかもそうやし。あの、それこそ劇場公演とかも違うしな。昨日、え、なんかメロンパン降ってきた。すごい、メロンパン。メロンパン降ってきた。 すごいな、メロンパン。ありがとうございます、メロンパン。昨日の公演、ミラコさんとかぶった。何が、あ、え、何,何がかぶったやろう。映像、あ、47、アンジュ、アンジュ、あお学校で無音で見ております。え、あの、皆さん皆さんあの、えあの、 あの、授業にお参加を、皆さん、お気をつけて、ほんまに。あの、ほんまにお気をつけてください。社会人1年目なんだけど、新人研究、ズームでやってる横でこの配信をスマホで見てる。多い,いなありがとうございます。いや、ありがとうございますねねんけど、あの、バレないように頑張ってください。7期生、ショートいてないうん、確かに。あ、でも、え、もっちゃんの長さってどうなるんやろわからへんな。 こんにちは、こんにちは。あら、こんにちは。安定の遅刻しました。おじいまさん。いや、もう全然、全然、全然。こんにちは。あ、あ,あ、読んだな。ズーム、ズームなになにしてるから、声聞こえるよ。おおおおどういうこと宣伝画像を作って拡散して、うわありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あきら先生は、キラキラかな。うんどういうこと 授業中だけど来ました。あ、小声確かに小声やなそれは。うんうん。あの皆さん本当にバレないように、はい。配信見てたら授業でテスト始まってびっくりした。もう何ヘラヘラしてる場合じゃないですそれは。あの本当にあの授業に参加してください皆さん。授業または仕事はい。ファンのイベントしてみた。あそういうことね。あそういうことやからメロンパンふってきたんか。 ミでチチョコチップメロンパーエースてるえー、そうなんや。え、なんかすごいな。ズームで教員がなんか言うてるわ。え、もういい。もうちゃんと聞いてください。あの、授業に集中して。はい。平日の昼間やから仕事中と授業中は仕方ない。うん。血液型、大型ってわかる僕も。うーん、一緒なんか。研究の、 経過観察の待ち時間だから今は大丈夫うんあのー、バレないように頑張ってください留年危機だったアイドルに授業をちゃんと受けなさいって怒られるのを受けないいやーあのー、バレないようにあの頑張ってください本当にあのー、見てくださるのは本当に嬉しいんですけど皆様バレないようにそしてあのー、ちゃんと集中をあの聖徳太子にみたいな あのしてくださいちょっと待ってなちょっと待ってな危な落ちそうになってたこれがもう12時かなあーもう12時か12時かアンジェの配信見てる方ってまで仕事や勉強してる えなんか確かに多いよな。ながらで、でも全然、ながらで見られがち、安全な、うん。でも、嬉しいけど、ありがとうございます。なお、わいもそれ、あああ確かに、そうですね。みんな見て、ああ、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。我は料理しながら、ええー、それは気をつけてください。いや、でも全然、ありがとうございます。 確かにお昼時間の時間やもんな。カップリング残念やったけど、目指すはシングルセン、ありがとうございます。そうですね。宣伝だけじゃなくても,もちろんああ、りがとうございます。もう本当にありがとうございます。お昼休みになったから、ゆっくり見る。ああ、よかったよかったよかった。うー、次なんか、千万円。え、すごいな。昔みたい。夕ななんか金曜日のほうは来た。なんのやろ。 なんでやろう双子座の大型の、ね、一緒うー一緒一緒一緒あらららららそれは嬉しいけどありがとうございますお気をつけてください漢字はすぎない間違いないすいません本当に消毒大使の特技をしてるのかうんしてます配信見てるさっきさっき片手間って言ってたよな片手間片手間片手間やなちょっと待って 消えてるとしてくれてあっ片手間すす片手間で授業受けるのは間違いなさすぎて受けてるは間違いなさすぎてうん昼間だからね間違いない間違いない片手間やめなせずありで授業中に配信見るよりもツーリングしながら配信見る方がレベル高ええそれはそれは危険やそれはやめてくださいそれは。 こんにちは。こんにちは。明後日ワインの隣あ全然全然です。アンジュにバレないよう機会に参加してる。うー。うーあのー。集中してください。はい。自分は普通に休みで通知来てたから見てただけあありがとうございます。お話し会いきます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。 片手間あの何か一つやってて片方で何かしてるってことやんな,なんじゃお昼ご飯はまだ食べてないあーねあ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 ねねねあのユナの金曜日にラジオ配信みたいな企画を始めたいってそのゲストにああそう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 ,そうなんか言ってたな,なんかラジオ始めんねーってあのウィルビーのあウィルビーアイドル公演の日に聞いてユナからああそうなんやと思って またゲストで出てねって言われたちょっと待ってよ<ー>ちょっと、いいかあ、合ってるよかったよかった昼ご飯は何食べるの決まってない 何時がショールームするなら人狼はタイムシフトで見るからいやいやいや被らないようにするのでもしかしたら10時か11時かぐらいにしようと思いますラジオしたとかカレー屋とかいろいろしたユナのうーんでもなユナが開いたカレー屋さん行きたいもう言ってんこの前あのカレー屋作ったらあのキーマカレー どチーズナンとナン食べ放題を作ってって。言いました。なんでって美人えと唐突唐辛子の唐に突撃の杖から唐突であってる気がありがとうございます。突然です。ん人狼乱入しよう。うんしたいな。したい。したい。突然ですが、アンジュ様は最近ハマっている。あー、たいっちゃった。 食べ物はありますか最近ハマってる食べ物あのトッポギあのなんかめっちゃ簡単にできるトッポギが売っててでトッポギのお餅が好きではまってます最近少し乱れがみなんですえなんかなうねってきてん何湿気分からへんけどうねってきてんなメロンパン食べたくなってきちゃう えでもなメロンパンは上の部分が好きやねんなだからなメロンパンの皮みたいなやつがありやんかあれがめっちゃ好きあーううう今自販そうやなあナナえどういうこと 今自販機でコーヒー買ったらお釣りが全部10円玉と100円玉に返ってくるあそれは最悪食べ放題大事間違いない大事大事次の公演は23日のウェルビーアイドル公演ですかええー、わからへんどうなんやろ何食べ放題大事うん間違いない間違いないこんにちは大阪魂公演のエンキルポスターの表示を買ったと伝えにるあ,ありがとうございますありがとうございます ミラちゃんのあれではなんていうのミラジュえミラジュえ分からへんどうなんやろえいや全然ありがとうございますチーズトッポギトッポギおお好き好きでも最近標準高いのえ本当にありがとうございます唐突の読みの予測の仕方が癖強くて好きあ本当ですかえー、そうなんやあのさメロンパン好きなんやえー、あのメロンパンアイスめっちゃ好きです 美味しいよなトッポギ好きじゃなかったけどほんま韓国で食べたのがおいしくてはまだえー、そうなんややっぱおいしいんやほんまのトッポギってラピュタパンってなんやろ分からへんプレンナンチーズナンユナナンユナナンナンんか早口言葉みたいプレンナンチーズナンユナナンナンプレンナンチーズナンユナナンナン 昨日の空港公演。見た、かっこいい子もかわいい子もできるようになってて素敵ですありがとうございます。ラビリンスとご飯連れて行ってもらった。ラビリンスってラビリンス。ユイナさんいやー、まだです。ユイナさん。こんにちは、こんにちは。メロンパン1個、おにぎり3個やから。やから怖い。え、何やろの。なんかっ 今日さ、大事なところが星になりやすい日やな。こんにちは、こんにちは。兵庫のパンは西川パン。ええー、そうなんメロンパンは硬い派、ふわふわ。え、わからへんあの、上の部分はカリカリしててほしいけど、下はふわふわしててほしい派です。難しいな。メロンパンの上はクッキー好きじゃが、ただのクッキーないけど。え、そうなんそうなんや。 東京の渋谷に有名なメロンパンアイスやる。えー食べたいテスト終わったので帰ってきました。こんにちは。おお、お疲れ様です。こんにちは。ゆななんなん。ゆななんなん。って言いたくなる。うん、確かに。軽カロリーちゃうか。うん、間違いない間違いない。実は私、手作りメロンパンアイス食べていて遅くなりました。本当な話です。えーそうなんすごいな。すごい。カロリー間違いない。作れるんや。すごいな。え、でも。 な確かに作ろうと思えば作れるんかなメロンパンにあれやな包丁を中で開けてアイス挟んだらあれやもんなカロリーうんカロリーカロリーしだれ柳しだれ柳白玉抜きしらしらたき抜きしだれ柳白玉抜きしらたき抜きああ白谷抜きしらたき抜き え、しだれやぬき、しらたま抜き、しらたき抜き。あ、難しいな。えー、ラタリューイユ、ビシソワーズ、クリームブリュレ。あ、もう、これは無理やな。こんにちは、こんにちは。授業聞かなすぎて、途中から何言ってんねやろうってなってきた。あらら。それは、それは。メロンパンの上だけのやつ、ここでめっちゃ飛びた。えぇ、ー、美味しいよなめっちゃ美味しい。ほんまに、あの、メロンパンの上の部分。ほんまに美味しい。 昼休み入ったので拝見してあ,ありがとうございますえ俺もメロンパンはそれはなかなかなかないえない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 えー、そうなんやなななんとララランドサササイコウン、うん、なななとララランドサササイコウサ,サササイコーって難しいよなちょっと言う思っとけんずっと今授業終わりましたお疲れ様ですこんにちはこんにちはえってことは妹もうちょいで帰ってくるな えなんか皆さん多分今授業機関やんな分からへんけどえ授業機関じゃないテスト機関分からへんけどえどうなんやろどうなんでしょうメロンパンの皮めっちゃ好きめっちゃ好きですこんにちはこんにちはえ今って何時ですかえごめんなさい今時間のやつがなくて時計がメロンパンに兵庫県出身に大型双子座共通点多くて嬉しいのああみるさんえ <laughs> 嬉しいですありがとうございます12時12分ありがとうございます12時半になったら終わりますアンジュに写メを見てもらいたいからツイッターでつぶやく何々ええー、そうやんなあれやんなあるもんななんかみんなそれぞれに確かにないなと思ってあのー、何があるやろ何があるアンジュ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  ジュ、えージュ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 うんむずいなあかんなこんなん決める能力がないからむずいよなありがとうございます時間ありがとうございます公園の笹最高好きうーん確かに楽しい踊ってて中間テストとかの期間うん間違いないあー皆さんありがとうございますこんにちはこんにちは サンライズでパンンわかるサンライズって何か聞いたことあんねんけどんやったっけこんにちはこんにちは初夏鮭出荷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 ,鮭出荷いけたいけたじゅ使いづ <laughs> 領域展開 できるようになってんこの手むずいやんてあの領域なんかなでもなアンジュこのアニメあんま見たことないのよアンジュアンジュさんアンドン早口言葉うんあーあーそうなんよあーそういうことか メランパンのカリカリさん。ああ、そうなんや。別れてんのや。今のあんちゃんの学力で妹さんテストといたらほぼ赤点になりそう。えいや、でも中学生はいけんねん、あんちゃん。中学生までは優秀やったから。中3までは優秀やってん。ほんまに。あの、高校生からほんまに、あのー、あかんくなったよな。もう、ほんとにほんとにそう。そうそう。<laughs> ー面白いからえーあのー、あのー、あの、 なんかの回だけ、ふわふわに、あの、あ、十十みたいな。読む、あの、見て見て一緒に、みたいな言われて一緒に見てん。けど、どうなんやろうなんか、続きがまた来週みたいな感じやったから、またまたんとあかんのかと思ったら、あのー、はい。もう、見なくなっちゃった。 好きなアニメは何何やろう最近のアニメ分からへんねんなあああアニメじゃないけどあの映画でもなってる「かけ狂い」が好きかけ狂いマしのやつめっちゃ好きでもなアニメではあんま見たことないねんな 告白のパフォーマンスてあ,ありがとうございます。えー、分からへん。どうなんやろ。中3まで優秀だったら真鍋杏いさんですよ好きですあ。ありがとうございます。高校科学ぐれた。あのー、高校から一気にスイッチがフワってなって、そう、フってなって、そう、ぐれたんですかね、多分中学生時代は優等生ってことですね。あのー、そうですね。あの、ほんまにあの休憩時間も、 真面目に勉強ししてました中3まででも今中学問題を解けるかって言われたら解けませんもう忘れましたその場しのぎですはい中3とこい一の間に何があったんやあの多分絶対スイッチが切れたやろうなうん「コープのメロンパンちょっと違うコープコープえそうなん分からへん

ネットフリーとか登録してしててなないいですしてないアニメもあるよえー、してますしてますしてます、うん、かきくりはアニメ見てな、ね、い最近見始めたあ最近見始めたうんってことは一緒の知ってる部分もあるかもしれないですけど高校でそう間違えないやる気スイッチが切れたんですかうんアンジェさんと間違えて振り向いた しましたあの、一回本当にあの返事しちゃった時あります。あの、そう、あの、めっちゃ呼ばれてると思って、あの、最初、多分アンチュさんを探されてて、先輩方。で、何回も呼ばれるから、なんか、一回目、アンチュさんって聞こえたから、あの、普通に立ってたんですけど、あの、二回目くらい、三回目ぐらいから、だんだんと、なんか、アンチュなんかなと思って、ちょっと、そうですね。はい。こんにちは、こんにちは。バクテン男子自体操、天舞でした。 ま放送しええー、そうなんや。ええー、分からへんな。なんか聞いたことあるけど、聞いたこともない気がすんねんな。いや、聞いたこともある気がすんねんな。だ、何やったっけ多分見たらわかるかもしれへん。私もじ、ほんまにほんまに全然何でも読んでください。10でも、あん、あん、十でも。<laughs> 伝わらんな感じシね、賞ギャップしない。すいません、ほんとに。 かかららへへんあのアニメ系ええわからへんバイオレットええそうなんや難しいなバイオレットあ、バイオレット、えー、紫マイティとかからはアンちゃんなのは聞いてたけど重要日はなんか面白いあー確かにアンちゃんって言われるわマイチからは映画見たえっマジ 間違いない臨時することなかったからネットフリックス登録するのマジをするえっ、ー、ほんまにうーんみゆは最近和田さんと呼ばれてえー、そうなんやえー、アンジュゅみゆはみゆやわ読む時うーんアんじゅ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 さんと先輩がいいかえっ、ー そうですよね。いや、もう全然暗示でいいんですけど。申し訳ないぐらいに。自分、自分だけの特別呼び方したくなるよね。うーん、そうなんですかじ、じはあ、全、え、じは分からへん。じやったら分かるけど。こんにちは、こんにちは。みゆはレンバーの西部から和田のみゆ。ええー、そうなんやって呼ばれてるんや。 っていう昔国語の教科書に出てきたやつなのああそうなんやええー、そうなんや分からへんわ分からんかったあんちゃん呼びかわいいし呼びやすいうーん確かに妹からもあんちゃんって呼ばれてる気がする同じ国語の教科書ネタで絵見るって知らん分からへん分からへんな普段勝手にフェアリーさんって呼んでますああでも確かにええー フェアリーさんは初めて来たかもしれへん。ありがとうございます。これから誰の声で呼んでるか推測しよう。ステスルなってメンバーでは少ないし。ああ、確かにそうですね。そうですね。ふわふわって呼ぼうと。えー、そうやで。あの、マイ、マイはマイチ。アイカはピ。 ふわりんはふわふわ。わかにゃんはにゃんにゃん。もっちゃんはもっちゃん。ジオンはジオンみゆ <laughs> はみゆ。こはたんはたんたん。ゆなはなん、ゆな、ゆな、ゆな、みさきはみさき。え、これで全員やんな。うん。ですね。 妹、あんちゃんって呼んでるのか、うーんあんじゅも妹のしす、し、えなに妹がめっちゃ、なあ。うわーってなる。あんじゅ楽しいやけど、見るのあんまい靴を入れにやくし、うーん確かにな。お豆の返信…いつもあんちゃん呼びで書いてる。うーん。 えもう言うって呼ばれたら面白いねそれはさすがに分からへんわ言うだけやったらこんにちはこんにちはグループには全員を必ず変なあだ名で呼ぶ人いるええー、そうなんやそうかつまり君はそういうやつだったんだなわかる人はわかるえ分からへんくるくるッさんそうですねくるくるしゅュさんーマイあティーマイうんわからんからんいやわからんはニャにニゃャにゃ違ういちはいち ジュゴンはジュゴン。ああ。ジュゴン。あなたから、言われたから。普段の、普通のやつがおってくさい。えー、そうですね。P.O.B. のに聞き慣れた。えー、間違いない。あの、ま、あの、私は、めっちゃ、愛イカの歴史がある。そう、愛イカの歴史があんねん。愛イカ。アイピ,ピ。ピピ。ピピ。ピ <laughs>。ですね。 最近はピッて呼んでます。コハタン、タンタンなのかわいい。え、やんなコハタンはタンタン。ね呼ぶときもタンタンって呼んでる。アンジュはジジ。違う。アンジュはジュ。タンタンめ。えぇ、ー。こんにちは、こんにちは。あれだけど、アンジュ。そううニャンニャンって。あ、そうなうわぁ、それは被るからやめた方がいいか。 にゃんにゃんって呼ぶの。えー、でもにゃんにゃんで慣れてもうていや、いいかな、にゃん普通にした名前の子で呼ぶ子がいるから、ピは笑う。うん。そうなんや。ああ、確かにな。ふわふわが、アイピのことさって呼ぶの好き。うん、確かにな。確かに確かに。あの、さって呼ぶような。オタクがプー強い呼び方するときは、 だいいたエゴサうーんそうなんや魔女はどうなんか魔女みたいやなだんだん雑になってるうーん間違いない間違いない若菜は若菜若菜やもんなアンジいつも若菜って言うんじゃワカ菜やもんな若菜それなえそうなんや愛花の歴史愛花のそうアンジには愛花の歴史がある 最近、サクサク州に、はん、お菓子あんまね。そんなんあるんめっちゃ食べたいえ、サクサク州な大戸戸こパンダみたいやな、タンタン。いや、そんなことない。タンタン。タンタン。パープルさん、こんにちは。うんこんにちは、こんにちは。だんだん、アイピの言われる名前の文字数が減ってる。うん、そうそうそう。そんなことは気にしがない。あ、はい。 ゆうな、のこはたものめ、こうやめっちゃ似てないゆうなの、あのー、たんたんの、まあ、ね、めっちゃ似てないびっくりしてんけど、あんじゃ、あね、ほんまにさ、裏でさ、たんたんがさ、言ってると思っとって、マイクあ、マイクを使って。そしたらほんまにゆナなやとは思わへんやん。ほんまに似てた。あんじゃんの、じわのこみやんじえ、もう思い出したくないからやめてください、本当に。あの、思い出したくないね。もう今一人やねん。やめてくださいも、もう本当に。 最初にそういったよなんか一気に怖くなってきた。やめて。なんでそこ開けてきたのやろ、アンズ。なんか嫌やな。ちょっと、早く帰ってこへんかな。最初にそういった呼び方したメンバー誰ですかえ、誰のことやろう誰のことをピピーはふわふわからやっと思う、多分うん。確かに似てるな。似てる似てる。 アカリンさんとアカリンさんがおるから大丈夫。うーん。カタカナ違いの。7期生には芸人おるもんない。え誰やろ、芸人。NBB 加入前はアイカちゃんじゃない。あ、そう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 、そうアイカちゃんって呼んでた。あそう。アイカちゃんって呼んで、そう、最初ほんまにアンジュ、初対面、初対面じゃないな。あの、ほんとに、あの、ずっといる方でもちゃん付けで呼んでしまうタイプなんです、私。なんか、 なんか申し訳なく感じてしまってちゃんづけで呼んでしまうっていう癖があるんですけどずっと愛花に「あ愛花でいい?」って言われててんけどあ愛花ちゃん愛花ちゃん呼んでてで愛花って呼ぶようになってなあいぴぴピぴぴぴぴになりました多分ふわりんも愛花も杏樹の真似するの おもれえか、ー、ア,アイカもアンジェの真似してるんやふわふわは見たことあんねんえ今度見よう多分怒られますけどうーサクサク臭大さんにもうでそうなんやあれマジで激にやったええー、確かにほんまに出て,てるよな七期全員タンたのものの目的ごはたんしか勝たん

若に会っとワにニった。うーん、そうなんか。ちなみに小島キャップは、加入当初、カリンさんっていうニックネーム、ダメ、個人になりました。うーん、そうなんや。へえ NMB 先輩にめっちゃめちゃダンス名人ーあな、かさん。いや いいなラーメンラーメン食べたい,い,いラ,ーラーメン食べたい,べたいあ確かに最近ハマってる食べ物ラーメンかもしれないです私ウーカさんいやーそれは言べないですねウーカさんですねアイピのドッチボールですえっ、ー、ものまねしてたんやその時のそうあれはなほんまになんかななんかさドッジボールってさそうやねあなんかさもうあれやんスポーツになったらさちょっと何も考えず 売ってしまうわけやんあのや投げてしまうやんあのそうそれで当たった相手がたまたま相変えってあーごめんってほんまに思ったもう結構ちょっと強めに投げてもうだからほんまにごめんってなってもうたそう過去があったのになぜピにできたやんや確かに間違いない間違いないはにゃーあ確かにはにゃーふわふわふわじゃない淡ンタン <laughs> なん難しい 今、27分じゃあ、そろそろ、ランキングを読みたいと思います。13位の方から。13位の方、町金かね福来たるさん。町金かね福来たるさん、ありがとうございます。ありがとうございます。聞いていただき。そして、12位の方、水ズゴンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。11位の方、ユージーさん。 ゆうじ、さん、ありがとうございます。ありがとうございます。1位の方、しげやんさん、ありがとうございます。九位の方、あんさん、ありがとうございます。八位の方、ゆうさん、ありがとうございます。七位の方、まことさん、ありがとうございます。六位の方、ばやしさん、ありがとうございます。五位の方、なこちーさん、ありがとうございます。させさせせいせい。S 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 S. 4位の方、カフェオレさん、ありがとうございます。3位の方、ユウちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位の方、ヨシラッシュさん、ありがとうございます。ありがとうございます。1位の方、スエヒロさん、ありがとうございます。いつも来ていただきありがとうございます。本当に。皆さん、皆さんですね、本当にいつも来ていただきありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。 そう、ドッジボールガチ勢、ガチいです。ガチ勢です。あの、もう本当に、ガ、ドッジボールに限らず、あの、スポーツになったら、もう容赦なく行くべきだと思います。はい。なので、そうですね。そうですね。立ち向かいましょう。という、はい。暗示でした。はい。豚骨ラーメン食べたい。間違いない。間違いない。食べたいな。え嘘やん。 いやーそれは気をつけてくだ。はい、しれ。いや、こちらこそありがとうございます次は夜に、まだ予定出すようにします。すいません。ちょっと待って。こんにちは。こんにちは。えー、もう終わっちゃう。ありがとうございました。ありがとうございます。また夜に、そうですね。夜にまたしますので。おつまるおつまる。ありがとうございました。ありがとうございました。 はい、送ります、送ります。犬の始めたおお、ほんまに話す方ありがとう。ピート、アムガンスしてあげてください。はい、します、します。ではおやすみ、おやすみ、おやすみ。おやすみおやすみいいな。昼寝するんか。お疲れ様でした。お疲れ様です。もう30分かな。ありがとうございました。お疲れ様でした。 三十分だから今ってどうなんやろうどうやと思うどうなんやろう。今日の俺の質問読んでいただきありがとうございました。あ三十二分ありがとうございます。じゃあもう切りますね。皆様え二千四百五十二ありがとうございます来ていただいた方いやありがとうございますではでは失礼しますありがとうございました失礼しますありがとうございます。